いやあの野球の話しましたけどうん、うん、僕、野球見に行きましたよ、この間ねああプロ野球お<ー>広島対巨人は久しぶりに行ったらやっぱし白いですね、野球生で見るとどこでやったのあれは東京ドーム三ああ塁側の、うん、ちょっと外野席のあの盛り上がってる感じでもいいですけど三、ねうん、塁側のちょっと落ち着いてる感じでやっぱ大人だしああ見ようかなと思って。 友達一緒に行ったんですよ友達っていうのは別に全然芸人関係ないやつとしたら広島ファンと巨人ファンって内野席って結構もうむちゃくちゃになってるんですよ外野席だと広島ファンがレフト側とか応援のねあるじゃないですかでめちゃくちゃになってて僕の目の前に座ってるおじさんじじいですけど結構熱狂的な広島ファンでむちゃくちゃいんですよガヤっていうかヤジっていうか 井端が今、巨人にいて、打席立つと、あメイドインドラゴンズ、頑張ってみろそれ、それさ、本人、言われてる本人は嫌なのかね。嫌なのかな、俺もそう思ういや、どうなんだろうと思って、で、どの上っていう選手見たか、同じこと言うの、メイドインドラゴンズって言うんだけど、それ、言うのもさ、メガホンとかも何もそのおじさん持ってなくて、でもなんか大きい声で伝えたいんだうね、たぶんね。 ビールのさ、紙コップのさ、そこだけ切り抜いてさ、<laughs> こうやって、それをメガホン代わりにしてつなり、<laughs> そ,そ, <laughs> そんな痛いたいかみたいな。<laughs> 声響くほどの距離がないからね。そうそうそうで、散々それを言ってるおじさんが僕の前にいて、<ー>後ろには、<ー>また熱狂的な巨人ファンがいて、<ー>ちょっとなんか、お互い対抗し合ってるっていうか、 今とはもう、ジャイアンツスピリッツだもんなみたいな。いや、それどっちかっつもそっちの方がやばい。おじいさんが言うことになんかちょっと、乗っかって反論してるけど、お互い目も合わせないし。アンサーみただあ、アンサーヤジみたいなのをお互いやり合ってんだけど、俺それ真ん中見て、たまんねえな。これ後ろおじさんが一瞬でも振り向いたら、始まっちゃうんじゃない喧嘩とか始まっちゃうんじゃないかと思って、中和するしかねえなと思って。 イバタはでも、な、野球が好きだからね、ね <laughs> <う>、うん。それだけだもんねイバタな。<う>よし頑張れよ、イバタチームとかじゃねえ <laughs> チームとか。<laughs> ただ野球で野球っていう一本の大筋をアピールして、<laughs> <laughs> ハッてしたからおじさんたち。<laughs> <laughs> ほうじゃんってなったよね <laughs> <laughs>。やっぱり、その、あ、プロ野球すげえなっていう、うもうね、やっぱ、 人気もあるしずっと俺もそれで見たかったけど、うん、やじがすごすぎて <laughs> 5回で帰りました <laughs> 5回って結構 <laughs> 結構早いねまあーまあいい試合なのよ野球知らねえ女連れてって、うん、嫌がって帰るぐらいの大竹と大瀬良が投げ合ってもう白熱してんだけど今広島巨人なんてどっちもね話題性のある球団だしうん、うん、いい試合だったよ もっと見たら、また今度行こうかなってちょっと思いますけど。はい。スポーツ観戦やっぱいいですね。久しぶりに行った。サッカーもあんま行かないけど。結局なんかテレビで見ればいいやって思っちゃうじゃないですか。ね、特にサッカーって。行くとなんかデカすぎてなんかよくわからなくなっちゃうっていう。ビジョンで見るんだったらテレビ行かなってなっちゃうけど、でもやっぱり生だとね、迫力がね。いいいはい。 そっかそっか。でも内野で見てると意外とあの応援席行きてえなってなるよね。思いますね。静かすぎてね。そうそうそう。やっぱあの盛り上がってる感じとか。メイドインドラゴンズって俺らで、俺らはメイドインソニーだ、じゃあ。まあそうですね、言ったら。それやじ、やじられてんなって思うでも。そうですね。うん。別に。まあまあ、そう言ったらそうだ。言い方があればまあそうだもんな。 事務所、事務所ファン、事務所ファンも、まあでも。まあでも事務所ライブ、にそのライブにしか来ないファンだよね。そうだね。この事務所が好きっていう人はいるだろうからね。うん。あ、確かに。じゃあ、ソニーのお客さんとかで、裏切り者って思ってる人もいるのかね多少ね。いるじゃないですか、やっぱり。多分いると思います。いるのかなでやっぱ、大田プロに入ってから来なくなった人とか見いるじゃないですか。ああ、確かにそうか。確かにんうん。そういう人思ってるんじゃないですか。ああ。うん。懐かしいな。 センーのねね。<laughs> そうだねだからだから選手で言うとさ、うん、なんだトレード的な、うん、まあその事務所移籍っていうのは球団移籍みたいなもんじゃん、うんうん、トレードとかはないもんねこの芸人だとそうだねないねあそれを あんのかねや、やり出したら、みんなやりたがるのかね<ー>うち、たし、ちょっと、漫才師多かったけど、今年今欲しいから、ちょっと漫才師とトレードして、みたいな、うんうん。あるかもね。ああ誰、俺ら、誰ですかね今さ、吉本とじゃあ僕ら、誰かとトレードしなきゃいけないってっ誰ですかねリアルに。俺らが吉本行くんでしょ <laughs> せーので言います。で、吉本から、うん、太大田プロに、一組。僕らとだから、 事務所同士が、同じレベルと価値がある、芸人っていう。なるほどね。はいはい。うん、わかった。いや、待ってください。ああ、はい、わかりました。じゃあ、せーのね。せーの。ジューシーズああチョコレートプラネット、酒井だね。僕がチョコプラ俺がジューシーズ。ああ、ジューシーズさんか。 お互いいいとこだね。そうですね。うん、でもまあ、でも今年だね。そうですね。こっちもね。うん、うん。ああ、面白いな、それ。うん、同じ価値。だから、例えば、自分が事務所を作ったら、今誰が欲しいとかね。<う>例えば、5組、入れなきゃいけないってなった時に、うん、どっから誰を取るとかね。で、こう、お互いして、ね。うん 育てていくみたそいなやり方もありますし。それだと、あの、例えばお金を払って来てもらうシステムだったら、安く買って、来て育てた方が、そういうことです。プラスにはなるからね。いきなり大金払ってサンド万ッチマン来てもらうのもいいけど、それだとお金のマイナス面があると。買い方がうまいっていうね、事務所も。そうだよね。あ、お互いか。まだ売れてない感じでうまい感じの。あ、お互いか。誰だろうな。誰だろうな。 そういうアプリ作りたいですね。ああ、芸人トレードアプリ <laughs>、うん。カードでもできそうだよね。ああ、カードでもいいね。うん、キラとか誰なんだ。まあ、例えばサンドイッチマンキラじゃん。キラっすね、うん。言ったらもう、キリねえけど、キラ誰だとか。うん。例えば、まあ、ライブシーンでね。ああ<ー>。うん、ライブシーンのキラやっぱスパローズさんじゃないですか。スパローズはやっぱキラか。そっか、ネタも MC もできるしね。うん、俺、事務所立ち上げたやっぱ、スパローズさん、 頭に置くドライチですね。ああ、じゃあ頭に置いて、はい、そっから若いのは。はい。軸はやっぱスパルサンス。なるほどね。はい、ああ。確かにどうしますドライチですよ。ドライチ、俺のドライチドライチええー。どうしようかな。でも意外となんか育てていきたいな。若手から。うん。しかもそのドライチの軸となるのももう若手。ああ。いますよ、そんな。<ー>逸材。逸材ね。 最近ライブも出てないからな誰にしよう。えっ、ー、とー、えー、あ、まあ、若手じゃないけど、うん、エレジョン入れるわ、エレジョン軸にやっていくわ。ういいと思います<ー>すごくいい事務所になりたい。<laughs> <ー>エレファントジョン、<本>人力車から。 どっちもでもでで誰か手挙げるでしょうねスパローズさんもエレジョンさんもねうんうんうん、うん、ライブシーンだったらね抽選よエレジョンさんもいいっすねで結局王監督が取るんだよ <laughs> やったってガチで本当若手とかだったら若手か若手知ってるやつももうね限られてるからな若手だったら誰かなエレジョンの下につけるんでしょうスパローズさんそっか慶出し渡り生きのいいのいそうだな ああ。k d a ってあんまかんない。あ、俺ね、あの、これの R も一回やってんのかな。ネジ、ネジ、ちょっと、うん、取ろうかな。ちょっとコント今勢いあるやつ。ネジ取りますうん。ネジもびっくりしましたよね、多分。もう若頭よ。うちのエレジョン、ネジの流れ。指名されたよってなるよね、多分。ネジさん。おーってなる会場も。サプライズ選出みたいな。ネジさん行くか、誰だろうな、俺。 あれ行こうかな。あーンンあ<ー>。残善寺。ああ。残善寺。ああ。コント。残善寺でね。<ー>お互いなんか巨匠を外したところに何かあんのかね。<laughs> ああ。そうですね。出てきてもいいよね、うん。浮かびました、僕。巨匠、うん。なんだろう。やっぱその監督として、<laughs> 監督ではないんだけど、別に。<laughs> オリジナルの目線持ってるよってところもアピールしたいのかな。うんうん まあ、残勢にいいよね。架空のドアた、ドア勝て枠。あ、それでもいいの。だとしたら。架空の。本当はいないけど。俺、倒れとるかな。俺、どうしようかな。吉本からやっぱ一組欲しいな。俺、あの、まあ。フリーでもいい。 中野のライブ出てるフリーのやつで、一、まあ、人コンビで片方尖ってるからなんだ、うん、でも、今後、ネタはすごい勢いない,いなっていうのはいて、うん、ミサイルシュちマッチンっていうやつがああういいとこっすね。うん、うん。あれえツッコミのやつって前なんでしたっけツッコミのやつがツッコミのやつが前ピンでやってて。あ、ピンか。うん、<laughs> トレント次郎っていう。 <え>トレンド二郎ってピンでやってて今組んだからミサイル集ューマッチャンになったから今だからトレンド二郎の流れをそのまま組んで良さを生かしてるからあのキャラのまんまあれはあれはツッコミのままあれをツッコミまで昇華させてるからすげえなと思ってへ酒井は誰俺の吉本で言ったらジャスティスかなジャスティス <laughs> いやもういるんじゃないのいやジャス ジャススティ手塚ジャスティスいやいやまた別のコンビジャスティスジャスティス ?2 年目ですい。でもんかシュッとしすぎてて見えないな俺は吉本っぽくない感じが僕はすごい買ってるんですけどシュッとしてるいわゆるんかワイシャツ系コントっていうかラーメンズズのラーメンズ感じの ピンでもいいの取ってもいい全然それいいっすよ。架空のピン芸人取ってもいい架空のピン芸人。で、俺、長谷君いや、ずるい長谷君ってだって意外と長いっすね。長い長い。だって、12、三3年やってんじゃない僕だって、くんけ知ってますもんね。長谷谷君だからね。しょうがないけど。だからもう周りを、若かのは長谷君さんって言ってるけど、本人あれみんなにね、なんか、下な感じで入ってくるから。 長いよ。だって MC も意外とできるでしょいや、うまいっすね。すげえうまい。だって今ある、あるあるであんだけ普通にさ、裏じゃない笑い方できるってなかなかいないし。いないっすね。うん。やっぱ12年ぐらいやってんだ。12、3年かなもっとホリプロコムだからね。すげえ昔ね。そうなんすかすげえ昔ホリプロコムで、その後フリーになってるから。あれホタテーズの方ほど組んでたんでしょが、そのホリプロコムの、 <laughs> 時代で一緒に入ったのそれでホリプロコム入って、<あ>で、うう長谷君は辞めて、で、ホタデーズはそのまま残って、ホタデーズを結成してた<う>から。へぇあ、そうなんだ。あといるか、ピン。ピンああ。僕、あれっすね。すげえ若手だな。わかるかなうん。うん、位夫人。わかんない。わかんないですか。うん。えっとね、どうだっけな。人力車だったかな人力車の。<ー>今、1年目ですね。だから。 女女はい。ピンピン。えまだ二十歳ぐらいじゃないですか。あはい。いますね。俺はどはもうトリオだとレジスタンス和尚って決めてるから。ああレジスタンス和尚うん。あー。聞いたことあんな。え本当にいんの今作ったよ、俺だって。わかんないけど。そいつのつかみみたいなのあるんですかレジスタンス和尚いや、あるよ、あるよ。えどうって、どういうやつですか ライブだけのつかみだと、あの真ん中の、八世北川が、八世イえくん、いたし、八世くんがいたとこじゃないですよね。タいない、いないですよね。あれ何ハセ、ハくんってさっき出てきて。八世くんって誰いや、架空のピン芸人で。誰が言ったの俺言ったっけホタテズの元。ああ、うん。そう。ハセくんは八世くん。また別なんですね。え一緒なんですかハセ北川八世北川 あ、一斉よかったえ一斉よかった <laughs> ちょっと待って。<laughs> <laughs> 待って。わ <laughs> かんない。<laughs> 誰で、ホタテイズは本当にいるから、わかんなくなってする。<laughs> <laughs> <laughs> この時間のテンションで本当にみんないるて度。で。楽しげな。永遠とできるな、俺 <laughs>。俺やばいんだよ。こういうので、なんかふと中野行ったら本当にそういう奴らがライブ出てたら頭ぼーっとしてくる。<laughs> そっちの世界観に飲み込まれたってなるからさ。危ないよ。いや、そんなアプリとかあったらやっちゃうな、もう。やっちゃうね。やっちゃうよ。芸人育成のゲームとかないね。野球、サッカー、スポーツ系あるけど、K1 だったりあるけど。なんかゲーセンで前突っ込むやつあったよね。え何それなんかあの、なんだっけな。ボケがいるのボケが画面に映し出されて、でっかい画面に映し出されて、サンドバッグみたいなの多分あんだけど、それに、 なんでやねんとかやねの<う>ツッコミの練習で得点がなんか加算されていくみたいななんかありました、ね、そう何を重んじられてんのツッコミの。タイミングタイミングとか、間、うん、とか、ツッコミの強さとか多分。え、じゃあ、最初は弱く徐々に強くしてって、三、うん、3回目ぐらいは1回乗っといてツッコむみたいな。うん。ちょっと待って。そこまで。いや、<laughs> 夢の可能性出てくる <laughs> <laughs> あれあるよね。<laughs> 畑あったあ、ねあ<る>ね、あるよね。あるあるね、あるよね。よかった。ナイスツッコミっていう機会が。<laughs> えー、そうだ、そうだ、ね。でも、すぐなくなったんでしょうん。お前一瞬しか見たなかった再三撮れなかったんだろう <laughs> <laughs> ナイスツッコ、あ、あった、あ,あ、えー、画像が出てきた企画会議でも上司が、まあまあ一回やって、なんかで一山当てた若手が、うん プレゼンしたからま一回試しでやってみるかぐらいので、やっぱダメだったなってなって、本当はプリントアウトしてきた。あ、そうそうそう。え、あ、本当だ。この顔。あ、人形がついてるんだ。画面もあるし人形もいて、その画面に合わせて人形突っ込むんだ。ひどいなこれ。すごいね。ナムコじゃん。ナムコさんが出てんすよ。ナムコだからひどいところ。 いや、これ、ちょっと見てみたって。うん、ひどいぞ。見てみ。<laughs> 人形、ついてて。<laughs> はい、あ。あ。え、増田岡田さんのネタが画面に出てくるんだ。えー、あ。あ、松竹芸人のネタが、組み込まれてて、で、突っ込むんだ。<ー>おじんおずぼんの難しそう。難しいだろうなぁ。入っていくかどうか知らないけど。あ 松竹だと、ピーマンズスタンダードの方も入ってんのかな癖ある人ばっかだな、みんな。松竹。えぇあ、あ、実際に入ってる。芸人さん。あ、結構やっぱり、長い人たち。あ、オジオズボンの入ってんじゃん。えあと、アメザリさんとか、TKO さんのも入ってる。ひらこさん、アイテムツッコミ、アイテムツッコミ。アイテムつ。アイテムを使ったツッコミもできる。え、どうやろえ、なんだろう 何、あな、何でやるんだろう、これ。えあ、ほら、ダメな時は、あの、早すぎとか、うん、早とか、オーケー、遅とか遅すぎ。なるほど。あるんだって。ノリツッコミもありますよ。そうそう、ナマコは素のものに。って、ナムコやないかわけわからんわっていうやつ。これ、罰ゲーム以外で、やる人いんのかな<笑><笑>えでも、流行ったんじゃないですか 一プレイ200円高っいやいや二百200円まあまあそれぐらいのねあれはしてるでしょうしオーバードライブさんのも入ってるあオーバードライブさん、うん、あオーバードライブさんねこれ一回もやらやれらずに終わったんじゃねいのオーバードライブさんのネタいややってるはずですいやだって200円かけてオーバードライブのネタでツッコミで収録ネタ喫茶店結婚相談所って書いてあるよ いや、もう名作じゃないですかもう名作っていうか。や、るか、200円かけて。や、りますよ。遊んでみました。ツッコミ妖精ギブス。ナイスツッコミ。アイテム、アイテム、ハリセン。ハリセンがね。<か>金払い、<ー>斧。斧<か>手榴弾。<laughs> スタンガン <laughs> 何これ <laughs> アイテム中、最強の威力を誇るスタンガン。めちゃ増えますよ。何増えるの <laughs> 何増えんのこれ。ええー。 ちょっと興味あるな、これ。やったことないけど。画面左に表示される相方の心に注目。いや、これ結構難しそうだよ。ちゃんとなんかやっとけばよかった。<laughs> これ。やりたかったな。<laughs> これ、この、竹芸人の皆さんの洗剤も古いタイプの洗剤で、これ、結構昔なんじゃない <laughs> <あ>これあったの。ほんとだ、懐かしい。しい2002年 <laughs> え、そんな前 すげえ昔なんだ、じゃあ。へえすげえな。ああ<ー>。<laughs> いろいろあるね。あるんだね。戦でもさ。だこれもビジネスになるんじゃねえかって踏んだわけだからね。そうだね。一流企業がさ。うん。本当何が関連なるかわかんない。これだと当たってたらね、どうなってかわかんないし。もしかしたら当たってる可能性、俺らが知らないだけで当たってる可能性あるからね。これ、オジオズボンにもお金が何ぼく入ってるわけでしょおは入ってるじゃないですか使用量として。うん。 2も出る可能性もあります。太田プロバー。大田プロバーも吉本バーも出る可能性もある。バージョンバージョンって言えよ。英語で VER だろ、前。そしたら面白い。ま、でも芸人だけかな。そういうの。どうなんだろう。いや、俺らは、俺らは笑うけどね。そうだね。いよいや、自分らのネタやっててみろ、お前。ゲーセンで。地獄だろ。そりゃできるだろう。Twitter とかに上げられたら最悪だな。地獄だなって言葉で。 さあ、そろそろお別れのお時間でございます。え何、ー、かあればメールください。メールアドレスが a p m a r k a l l n i g h t n i p c コムです。はい、はい。すげえなねうん。いや、でもこう,こういう、お笑いがビジネスに実際ね、形としてなってますから。そうですね。こういうの考えていかないと俺らも。アプリとか、うん、特にね。アピールしようよ。メーカーさんにプレゼンしてさ。うんうんてうん、お願いします。うん、えー、ここまでのお相手はアルカンドピースの坂井健太と、平子祐希でした。